こんにちは、ゆたかさん、はい、現在6月の5日、はい、時点です。巨人、はい、打線がつながるように戻ってきましたね。そうだな、はい、昨日18得点9連打、はい、ね、その裏には、はい、実は阿部監督のこんな方針転換があったという記事が出てきました、はい、みんなもっとブリブリ振っていこうぜ、超積極的にいこうぜというようなことを伝えたんですよというのが記事になっていました、うん。言葉を阿部監督がかけたのは5月29日のソフトバンク戦の試合前、前日の28日の交流戦の初戦で今季8度目の完封負けを喫し、嫌な流れを変えるためだったということで、打席内で割り切りができていないように見えた、ボール球振ったらしょうがないや、空振りしてもいいやって強振する人がいなかったでしょ、崩されないようにとか綺麗に打とうとか、そう思わせてしまっていたこっちも悪いんだけど、カウント有利の時とかサインが何もない時はブリブリ振って自ら仕掛けていくことも大事だなと、そのために号令をかけてやることも必要だと思ってということで、お声がバントやったとか、まあいろんな問題から、はい、まあ、ここに来てるんだと思うんだけど、はい、阿部監督がね、うん、チームの課題である得点圏利打率、はい、これをこう上げていく、その上げていく方法としてこういうことをやった方がいいんじゃないかというアドバイスが逆に萎縮を招いたというかさ、うん、はい、なんか体が動かなくなったという、うん、だからまあそれを取っ払って、うん、もういいからサインが出てなかったら思い切っていけみたいな、はい、それから9連打でしょ。そう、それから9連打、それが不思議なことに、はい、9連打の中に反対方向、センターから反対方向を打ってる打球が圧倒的に多いんだよね。右じゃない、引っ張ったっていうのは、はい、岡本と坂本のヒット、あとはほとんどセンターから反対方向打ってるんだよね、はい、不思議なもんで、うんうん、こう背中を押してくれるとさ、指揮官が思い切っていけるよね、はい、ここで、まあ、ファンの方が言われているのは、まあ、やっぱり得点できたっていうこの結果もあってのことなんでしょうけど、はい、考え方が柔軟でいいよね。まあまあまあ確かにな、はい、まあまあでもいろいろね、試行錯誤しながらやっていくもんだから、はい、それをみんなの前でちょっと方向転換申し訳ないけど、うん、今までこうやってやってきたけども、うん、いやそれも取っ払うからみたいな、はい、うん、それはいいことだと思うしな。でもこれじゃあもうブリブリ振っていこう、サイン出てない時はとか、はい、その三振怖がらないでとか、ボール球振ったっていいやって思ってって言った一言でこんなにも変わるものなんですか。いや今まではこうしないと変えられるとかさ、落とされるとか、落とされるとか、はい、まあ、そういうものがあったんだろうね、若手の中には特に、うん、だけどそういうことじゃなくて、やっぱり自分のバッティングができるという、うん、で今までこうなんていうの、いやそっち打つ方向は苦手なんだけどなっていうところまで、いやなんで1球目から打っちゃったんだみたいなことを言われるとさ、はい、あ打てないんだと思うと、うん、制約があんまりにも打席の中でありすぎて、うん、まあ、体も動かなくなったりだとか、まあ、思考が働かなくなったりだとか、まあ、それを取っ払ったことによって、まあ、体が自由に動くし、まあ、思考もこう働き出したという、まあ、それが9連打につながった。だからといって、はい、いつもじゃあつながるかというと、これはまた別問題だからね、こう束縛されてる中で野球をやってたものが手足が自由に可動域広く動くようになってきたっていうような感じでは捉えていいと思うよね。特にじゃあそこまでロースコアだったりとか完封されたりっていうところの試合と、これを言われてからの打ち始めたっていう試合の中でどの選手が顕著に変わったっていうふうにあります、ゆうたかさん。まださ、うん、言って間もないから、間もない数日、それはねなかなか難しいけど、はい、伊豆口なんかはなんか思い切って振れるようになったよね、うん、なんかパーン一塁から抜いてたけど、はい、まあ、立岡なんかはもうなんか自分で考えて、うん、なんか自由にこうあっちの方向に打ってるっていうか、反対方向に打ってるとかさ、確実に打ち出したとかさ、うん、まあ、そういうのはあるけども、はい、結果としては成果としてはこれからじゃないの。あ、このちょっと短期間で見るというよりかは、まあ、長期的にね、はい、でもどっちが正しいかっていうのはまだわからないよ。ただ選手たちはちょっと束縛されてた自分のバッティングが、束縛がなくなって、うん、まあ、自由にできるようになったというちょっと優位性はあるよね。あ、気持ち的な部分なんですね。まあそうだね、だからまあこれが結果に自然と出てくれたらいいなとは思うけどもね。そうですよね、うん、こ
ここからまたロッテ戦がちょっとね、あと2試合あるので、はいはい、もしかすると、ね、逆パターンになる可能性もなるかもしれない。いやいや、まあ振りが大きくなったとかね、うん、まあ、そういうことはあるかもわからないけども、はい、まあ、だけど勝負どころではやっぱりね、阿部監督がやろうとしてるバットであったりだとか、はい、うん、スモールベースボール、うん、まあ、こういうことを推奨していくと思うからね、はい、言ったからってこう大量点がすぐ取れ出すかというと、はい、また別問題だからね、これはね、まあ、そうですよね、まあ、難しいけどね、そうですよね、ただやっぱり柔軟な姿勢を阿部監督が見せてくれたっていうのは、うん、選手は一つね、ホッとすることではあったのかなっていうような感じがするよね。そうですよね、うん、あとは得点の取り方にしても、このピッチャーだったらもう本当にブリブリ振っててもダメだからつなぐとか1点っていう、まあ、まあ、その時によっての作戦っていうのにもありますよね、うん、元に戻すとかっていうのは、そうだね、でこの交流戦に関しては選手には短期決戦のつもりでやろうというふうに言ったんだけれども、交流戦はまあ1カード3試合、大学のリーグ戦と同じだと、はい、で目指すはパリーグ6球団からの勝ち点6で完全優勝だと、うん、秋の短期決戦のリハーサルだと思ってやるぞという話をしたと。もう秋にするね、まあ、まあやっぱり大学出てるだけで、ね、あ、まあ、そうだ、まあまあそうだね、そうですね、大学野球に例えてね、うん、まあまあ言ってたけども、はい、まあまあ確かにそうだよね、うん、勝ち点2を取る、ね、6球団とやるわけだから、はい、勝ち点6で優勝だと、はい、もうその計算は成り立っていくよね。そうですね、でこれをやっぱり秋の短期決戦、いわゆるクライマックスシリーズの、まあまあそうだね、いわゆるリハーサルと思ってやろうと、うん、に伝えたと。交流戦からあのヘルナンデスが合流しましたけれども、はい、現在6試合連続で安打で打率3割7分5厘と非常に存在感を目指して示していることに関しては、やっぱり交流戦で勝つチームって大体交流戦男みたいな選手が出てくる、ヘルナンデスに期待したいというところも話していた。まあそうだな、うん、うまくヘルナンデスがねスタート切ってくれたよな、心強い、うん、まあ、ピースが加わったというね、はい、それとやっぱり立岡が大きいし、うんうん、そしたらなんか細かいことをやるにしても、はい、やらないにしてもなんか期待感はこの2枚のピースで膨らんだよね、うん、そうですよね、うん、そしたら坂本も岡本も楽になるだろうし、丸も楽になるだろうし、うん、この2人が好調を維持してくれたらね、あのすごくチームとしては楽になるだろうなとは思うね。そうですね、あとはこれピッチャー陣にも言えることで、阿部さん流のマネージメント、阿部流マネージメントということで、あの5月12日のヤクルト戦神宮での試合、救援陣の登板が増えていた状況を考慮し、同点の7回に経験の少ない井上投手、平内投手を起用して、で失点して敗れたが、あの場面についても、まあそこで抑えたらすごい自信になるだろうし、なんとかこの投手で切り抜けてくれればっていう試合はシーズン中絶対にある、そこで経験を積ませることも大事なことなのでということで、やっぱりこの今だけじゃなく、その先にこう経験というものを活かせるような状況を、ピッチャーの使い方は本当にうまいよ。で経験もさせてるっていうね、そうですね、その後の井上が、うん、あの勝ち投手になった試合なんかは、はい、やっぱそういう経験が見事に生きてるよね、うん、あの平内も勝ったし久しぶりに、そうなんですよね、いやだから使い方っていうのは非常にうまいな、その失点したからといってすぐに、うん、はいもうそこダメ、もう親子面ではなくて、うん、チャンスを与えている、うん、そのことによって井上投手は4イニングいったんでしたっけ、うん、中継ぎの時に、そうそうそう、パーフェクトだな、そうです、でそれことによってまず先発ローテにまた返り咲いたりとかっていう、うまいですよね、まあ、でもあの言ってることは正しいよね、うん、まあ、最初からその先発では使わないって、はい、中継ぎでいい結果を残したら先発に回すって、うんうん、でもその通りやってるしさ、はい、そこにブレはないし、ないですね、だから野手も、まあ、例えば最初はね、うん、得点圏打率を上げるためにこうやって打ってくれ、こういう風な方向を狙ってくれって言ってたけども、はい、だからそれを取っ払って、うん、でもこれをやってきたことっていうのは必ずこれからも生きてきてくるから、それが全くゼロになるっていうことじゃないから、そうですよね、そしたら困ったら選手は何するかっていうと、うん、やっぱここに立ち返るんだよ、やっぱりこういう時ってあの三振しないように引きつけて反対方向打った方がいいかなっていうふうに、うん、もう一度見つめ直す時間が絶対あるから、はい、これはねマイナスにはならないんで、やってきたことは確かにそうですね、だからこれからの取っ払ったっていう時期も非常にいいかもわからないし、はい、やっぱ今勝ってる状態の時に言うっていうことは、うん、選手も耳を貸してくれる時だから、はい、これはチームの状態がこう悪くなってくると、うん、やっぱ他のことも
気になったりだとか、まあ、自分の成績も気になったりとかする時なんだけども、はい、やっぱりこうチームがこう上り調子の時に取っ払ったっていうのは、うん、非常にいいタイミングだったかなっていうふうには思うけどね。そうです、そのいうタイミングが非常に良かったってことですよね。まあまあ、最後になるんですけれども、こっちも見極めていかない部分もあるよと。勝負はオールスター後、もっと言えば9月、それはみんな分かっていると思うし、去年優勝した阪神も9月がすごい勝率だった、それを目指してやるだけというふうに。そうだね、はい、まあ、長い目でね、阿部監督も見てるから楽しみだよね、はい、そうですね。慌ててるところが今のところはないしね、うん、でじっとどっしり構えてるし、はい、それで取っ払った、まあ、またその OB のね助言だとか、はい、まあ、いろいろあったと思うけど、まあ、やっぱりさすがに巨人だけあって、うん、いい OB はたくさんいるな。確かにそうですね。大物と言われる、ね、いやもう本当に大物のね OB の方々、名将と言われる方たちもいっぱいいらっしゃいますしね。ジャイアンツはちょっとあんま落ちそうにもないよね、今の戦い見ていると。戦い見て、まあ、安定はしてるなと思うよね。そうですね、多少の浮き沈みは絶対あるよ、うん、でもガコンと落ちたまま浮上してこないっていうことは多分ないと思う。確かに、だからこの新しいこの、ね、みんな振っていこうぜ積極的にっていう助言プラスアルファ、初期からやってきた、ここまでやってきたこのつなぐ細かい野球っていう、この使い分けがピタッといい具合にはまっていけば、これはもちろん優勝ってことも見えてきますよね。いやそうだな、ね、だからブリッと振ってる池っていう効果がどのぐらい出るかが、はい、まあ、ちょっと楽しみだけどね。そうですね、はい。